財布を持って気づけて帰りや、またお会いしましょう。ありがとうございます。です。ありがとう、気づけてね、またお会いしましょう。気づけてね、またお会いしましょう。ありがとう、気づけてね、またお会いしましょう。ありがとう、気づけてね、またお会いしましょう。気づけてね、またお会いしましょう。さあ、気づけて、またね。よろしく。オッケー。いや、ごめん、渋いバイク。これなんていうバイク？スーパーフォア。400、何年モデル？何年モデル？これは、スペック1 NC31 か、結構綺麗にまとめてるやん。ごめん、これは何ていうバイク？ペケジ R400 です。400？まるでペケジ400やな。そうっす。何年モデルのやつこれ？93っす。綺麗にまとめてるな。ウィンカーは変わったっすけどね。あ友達におられたんですよ。あ、そうなんや。俺みたいにああいうクリアルじゃない。いや、俺すごいなあ、高いやろ、ウィンカーな、オッケー。このいかついバイク、なんていうバイク？ペケ JR400。 何年モデル？98です。98、ほんならペケ JR400R2 か。そうですね、 R2 なんかな。ひょっとしてこれ番長感か。はい。おー、ええ音、あとで聞かせてや。ごめん、これなんていうバイク？これ SR400 です。何年モデル？85年です。どこのマフラー入ってんの？これ分かんないですね、ちょっとメガホンヤシミガやろ。ヤシミガっすか。これはあれやろ、何枚もんかな、これ。スーパートラック。スーパートラック、うん、有名なやつやで、スーパートラオッケー、ごめん、渋いやつ。これなんていうバイクかな？何年モデル？93か、まあ、あれと一緒の形になるんやな。オッケー、どこのマフラー入ってんの？ガニ股ブレット。番長？ガニ股ブレット。うん、谷本？ガニ股。谷股レーシング？ガニ股ブレット。あ、そうなんや。オッケー。ごめんね、こっからエンジンを聞かせてもらおうかな。はい、サウンド聞かせて。難しいからな。聞かせてもらえる？いつで行きや。みんなまたお会いしましょう。